松さんが通訳時代に2度ほど倒れて病院に運ばれたって聞いたんですけどそこら辺のお話を聞かせていただいてもよろしいでしょうか。2003年の、初めにねキャンプがあって1月に、はい、で韓国のナムヘっていうところでキャンプやったんですよ、うん、で当時まだジェフは監督が決まってなくてオシムさんと交渉中で監督が決まってなくてチームだけが先に韓国に行ってたんですよ。でそこに、オシムさん監督就任が決まって僕とオシムさんで、後で追いかけるように韓国にキャンプ行って、はい、でそこから日本に戻ってきてさらに開幕に向けて練習をしてたんですよね、うん、で当時はオシムさんはホテル暮らしをしていてで僕は選手の若手選手の寮に住んでいてで朝オシムさんをホテルに迎えに行ってで朝練習して大体2部練は午後も練習してで終わったらまたオシムさんを、ホテルに送りに行くんですけどその時に、食事も一緒にしに行ってで送り届けてで自分が寮に帰ってもまたすぐ朝が来て迎えに行ってってなったら本当にもうね一日中オシムさんと一緒にいてで何度も言ってますけど僕は一度も褒められたことないですから、まあ、その一日に何度も怒られますしすごく厳しい薫陶を受けていたんで、まあ、やっぱりね体もねメンタルももうギリギリのところでやってたんですよね。で、まあ、あるまた2部連が終わってもうヘトヘトの状態でオシムさんと夜ご飯食べに行くときに中華でなんかまあまあ店としては雰囲気がありすぎるつまり、まあ、ちょっとなんか小汚い感じの雰囲気ありすぎる中華行って、はい、もう何でしたっけねなんか中華の、まあ、エビ食べたんですけど、はい、結局そこで呼吸コーナーになったんですよね。いやその時はちょっとなっただけだったんですけどその後家帰ってで寝てで明け方にえらい呼吸困難になってもう呼吸できなくなってで結局病院行ったんですよね。で自分でも気づかなくて甲殻類アレルギーだったんでしょうね。で自分が甲殻類アレルギーって知らずに28年間生きてきて、はい、今までカニもエビも食って大好きだったのに、はい、もうそれほど自分が追い込まれるつまり免疫が下がる、はい、それぐらいメンタル体を酷使した仕事だったんですよ。で結局自分がそのアレルギーって分かって呼吸困難になってで病院行って、はい、でもう点滴午前中はで午前中はもう練習に出れずにまあ当時のコーチがドイツ語もできたんでオシムさんもドイツ語できるんでその方で練習してで午前中点滴でもまだ打ってる時に午前中の練習終わったんでしょうね。そのコーチから電話かかってきてで「シュ大丈夫か?」っつって「ああもう今は点滴受けてます」とかって言った「おそうか午後は出てこいよ」っつって「午後出てこいよ」って点滴打ってる最中に言われてでも本当に点滴打ったばっかりで午後も行って、はい、でももうそんな感じでした。でもそれぐらいやっぱりオシムさんの通訳って大変だしでもまあ自分じゃないとできないっていう感じだったんでなんかそういうことがありましたね、はい、2回目はどうだったんですか。2回倒れた記憶もあるし2回倒れたっていつも言ってるんですけど、はい、もう2回目何だったんですか、ね、もうその記憶すらない感じですね。もうちょっと忘れちゃってますけどねでもまあいつまで経ってもね、大変な仕事ですけど、うん、でも忘れもしないやっぱりもうオシムさんの、ね、通訳っていうのはむちゃくちゃ大変で、うん、でこうやってる時にもしも自分が将来この仕事を楽しんでやれるような日が来たらどんなにすごいな、はい、素晴らしいことだろうって思いながらやってて、はい、でも来たんですよその日が、はい、3年半かかりました
もう3年半かかりました、それもう最後の最後です、ね、そうなんですよ、3年半経った時に、もうオシムさんの仕事が、通訳っていう仕事が面白くて、もうね、訳して選手に伝えれば選手も成長する、試合にも勝つ、ナビスコカップも優勝する、でね、まあオシム五六も注目されるって、自分がやる仕事で本当にいろんなものがうまくいって、で記者会見も最初はまあもう試合終わった後の記者会見ってね、メディアの方がどうですかね、15人、20人おられて、で5台ぐらいカメラこっち向いてるんですよ、でその中にはあの生放送のカメラもこっち向いてますし、で自分がそこでうまく訳せるかどうかとか、もう本当にプレッシャーでしかなかったんですけど、それも3年半目にもう楽しんで、もうオシムさんが何言ってもこっちは悠々と訳してみんなに喜んでもらえるっていうふうになったんですよ、はい、でそう思えたらオシムさんが代表に引き抜かれて終わったっていう、やっと楽しめる、ね、やりがいを持ってた時に終わったんですよ、はい、でももうその時に本当にあ、オシム塾終わったなと思いました、はいはい、もうあんなに人生で鍛錬された3年半がこれで終わるんだと思って、もうそれぐらいの感じでした、なるほど、はい、そしてセカンドステージ、あ、サードステージになるんですかね、プロのキャリア、通訳でコーチっていうふうに考えると、そうですね、3つ目のステージに上がっていくっていうことですよね、はい、まあ、それもオシムさんの通訳をやることによって、自分が貿易ビジネスではね、なくてサッカーの監督になるという、あの将来のビジョンが見えたので、はい、まあ、とにかく大きな3年半でした、はい、ありがとうございます、はい。